にちは、池田真子です。はい、今回はですね、もうなんとダイソーがね、本気出してきました。見てください、ダイソーからね、新しくユーアーグラムっていう新ラインナップとしてね、コスメがたくさん発売されたんですよ。で、こんな感じでメイクブラシとかもね、いっぱいあるんですけど、全部でね、98種類あるみたいです。で、そのコスメをね、先行販売で買いに行ったんですけど、さすがにまだ全部は置いてなくて、なので今回はコスメのあった分を紹介していこうと思います。それではマカチャンネルスタート。で、私が行った時は7種類コスメが販売されてて、でそのうちの1色ずつを買ってきたので、まずはどんな商品があるかパパパって先に紹介します。はい、今回買ったのはシアーリップグロスで、シアーリップグロス、クリーミーリップスティック、デイリーチークブラッシュ、グロススティック、アイブロウマスカラ、ロングラッシュマスカラになります。すいません、リップグロスかぶってましたね。で、これを実際にね、まあ、手に出したり、ちょっとリップとかね、試しながら紹介していきます。はい、じゃあグロスね、違うやつと思ったら被ってたんで、これ同時に紹介しますね。シアーリップグロスの PB1 番と CL1 番になります。色で言うとピンクベージュとシャイニークリアです。なんかセリアからさ、新しく最近出たコスメのパッケージのなんか色違いみたいな感じ、ちょっと似てないですか？なんかダイソーってこう明るいイメージだけど、ちょっと今回珍しくね、モノトーンな感じのね、パッケージです。はい、中はこんな感じで、よく見るとこのクリアの方だけラメが入ってます。はい、先は結構細めなんでね、細かいとこまで塗りやすそうです。ちょっと手に出してみます。あ、クリア。はい、ちょっともう私毛深すぎてね、毛穴が申し訳ないんですけど、はい、こんな感じで出してみたらね、すごいシアー感です。結構色味がナチュラルなんで、こういうリップはね、すごいなんかプルンとして透明感が出ると思うんで、ちょっと試しに口に塗ってみます。はい、ピンクベージュ塗ったんですけど、もう色はほんのりですね。塗り心地はめっちゃ軽くて、全然重たさとかはほんまにないです。結構オイルって感じ。ただちょっとね、なんか味が気になる。味というか匂い、なんか固形物って感じの匂い、プラスチックとか物、物やばい諦めた。はい、シャイニークリアの方塗ったんですけど、こっちは意外にラメもそんなに強調してなくて、ほぼラメは入ってるか入ってないかわからないような感じですね。どっちも結構どんなリップの上から重ねても合いそうやし、重たいのが苦手っていう方にはぴったりだと思います。はい、次クリーミーリップスティック EX RD の2番です。なんか中の形がね、ちょっと上斜めになってて、ちょっと珍しいかも。はい、開けたらこんな感じです。もう真っ赤ですね、見た感じ。はい、出してみます。めちゃくちゃ高発色です。あとはちょっと程よいツヤ感もありますね。こんな感じで塗ったらこんな感じです。っていうよりはちょっとピンクが強いかなって思います。あとは結構こうパキッてした色なんで、まずイベントとかさ、ちょっとこう目立ちたい時はそのまま塗るのがいいと思うんですけど、普段使うってなったら結構ティッシュオフしたりとか、あとはちょっとだけ塗って指でこうなじませたり、綿棒で周りぼかしたりとかいう風にして使ったりするのもいいと思います。まあ、乾燥する感じもないし、高発色やし、すごいいいなと思うんですけど、これもなんかちょっとだけなんかどっかで匂ったことあるような匂いがするなんか病院にありそうな匂い。まあ、でも塗った感じ的には全然その匂いは気にならないです。こうやって味わったらちょっと匂いするんですけど普通にしてたらそこまで強くはないと思います。はい、ティッシュオフちょっと多めにしてみたんですけど、100円でこの高発色でこの色持ちって思ったらね、もう十分やと思います。すごい。はい、次デイリーチークブラッシュの CO1 番になります。はい、なんかこんな感じです。中はね、よく見たら細かいパールが入ってます。指にとったらこんな感じです。はい、手につけてみたんですけど、色の発色もなんかちょうどいいですね。結構ふんわりとした仕上がりになりそうです。ちょっとね、今そうは見えへんかもしれへんけど、なかなか急いで撮影してて、しばらくね、またここから撮影できないんで、ちょっとね、もうこの上からちょっとチーク重ねてみようと思います。あ、ブラシでこうバーってやったら結構粉が柔らかす、ちょっと柔らかめなんでブワーってなりやすいかも。そーっとつけて一旦余分な分落として重ねます。あ、かわいい。はい、ちょっと濃いめにつけてみたんですけど、結構ね、その色はふんわりとのってくれるし、細かいパールのおかげで程よく、見た目はマットなんですけど、こうカメラとか通して見た時にちょっとこう立体感がツヤっぽく見えるかなと思います。次グロススティックの01番です。見て、結構コンパクト、まこの親指より短い。これハイライトみたいなんですけど、こんな感じでパール入りになってて、もうこんだけコンパクトやったら持ち運びにも良さそうですよね。はい、これはね、もう肌なじみが良くて、ちょっとね、ここ塗ったらわかるかな、すごいツヤっぽく見えると思うんですけど、パールがめっちゃ細かくて綺麗な立体感ができそうです。
色で言ったらなんかシャンパンゴールドみたいな感じなのかな。ちょっと重ねてみます。あ、でももしかしたらこの使い心地的には結構ねしっとりというかクリーミーというかそういう感じなので、表面がこう、ね、サラッとするみたいな感じではないので、もしかしたらこれ塗った上からフェイスパウダーとかでもしねそのヨレとかが気になるっていう方はそういう風にして使った方がいいかも。あ、でも仕上がり的にはめっちゃ綺麗ですね。この目元とかやったらちょっと私結構サラサラになるとかぴったりみたいな感じのねフィット感が好きなんですけど、どっちかっていうと柔らかいというか緩めというか、でもこうやって見たらもう立体感がね、こここれかな、この辺顎とか、やっぱりなんかパウダーとは違う本物自然なこう綺麗なツヤ感が出ます。だからなんか使うなら今やなって感じ。夏とかになるとちょっとそのね寄りやすかったりとかすると思うんですけど、春やったらまだそこまで汗かかへんし、もうほんまになんか女優さん並みのもう綺麗な立体感みたいな感じを求めるってなったら、こっちのクリームタイプの方が綺麗なんかもしれへん。パウダーでは出せんが難しそうな感じのツヤ感が出てると思います。はい、次アイブロウマスカラです。 BE1 番の黄がかった明るいブラウン。これはね、さっき気づいたんですけど、色的にこれカラーマスカラと思って買ったらアイブロウやったんですね。髪色全然合わないんですけど他にもね、普通のブラウンとかもあって、でも100均でここまでのね、カラーバリエーションがあると、その髪色が結構こう、いろいろ変えたりとかしてもね、すぐに買いに行けると思うんで便利やなと思います。中のブラシはこんな感じです。で、色たっぷり出してみたんですけど、結構ね、ラメが入っててツヤっぽく見えるというか、ゴールドって感じの色ですね。これちょっとさ、アイブロウマスカラやけど、なんかポイントにまつげにとかしたら可愛いんじゃん。はい、ちょっと目尻ちょっとだけね、つけてみました。ありですか？なしですか？でもちょっとティッシュオフしたらね、ここお肌にピタッてひっついてくれてるんで、もちはその乾いたら意外にいいかもしれないです。最後、ロングラッシュマスカラです。BK1 番。はい、中はこんな感じで、これお湯で落とせるみたいです。ブラシはちょっとだけカーブがかったような感じで、エレガンスアイが作れるみたいです。色はもうこんな感じで真っ黒です。さっきの上からつけてみますね。このゴールドを隠すように。ちょっとね、実際使ってみたんですけど、結構伸びるかもしれないです。下まつげとかもね、しっかり伸びてくれました。結構ダマにもなりにくいし、どっちかって言ったらボリュームっていうよりは、ほんまにもうシュッとした綺麗なまつげになるタイプだと思います。こんな感じでね、もうここ乾いてるんですけど、こうやって触ったりとかしてもね、全然よりだりしにくくてピタッてフィットしてくれてるんで、まあ、乾ききってなかったみたいに若干こっちはついたんですけど、まあ、持ちも悪くはないんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと柔らかめなんで乾くのは若干遅いかも。はい、そんな感じでね、今回の購入品は以上になるんですけど、皆さんは気になるコスメありましたか？私の中ではやっぱ普段使いするって考えたら、このチークが一番使いやすいなって思いました。ちょっとブラシつけるときは、ね、ほんまにちょっとそーっとふんわり使えるのがいいと思うんですけど、色の発色もね濃すぎひんくて、ちょっとつきすぎたみたいにもね調節してこうなりにくくできると思うんで、サイズ的にもコンパクトやし持ち運びにも便利だと思います。他にもねアイシャドウやったりとか、アイブロウパウダーとかねいろいろあって、まあ、全部でね98点あるみたいなんで8種類、またこっからね商品も増えてこう順番に出てきたりとかで、4月下旬にはね全国発売もされていくみたいなんで、この動画もね参考になったら嬉しいです。で、次の動画でねこのブラシの方もちょっとレビューしようと思うので、そちらも楽しみにしててください。ということで、この動画で、ね、楽しんでいただけた方とか参考になったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしているので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。